モンスター娘のいる日常は、岡宿による漫画作品。月刊コミック流にて2012年5月号より連載されている。略称は、モン娘。人外の種族との交流について定めた法律、他種族間交流法が施行されたことで、他種族が浸透し始めた現代社会を舞台とした漫画作品。この漫画は、岡宿が2007年頃から、 ピンクチャンネルにある半角二次元版のモンスター娘スレに投稿していた成人向け1ページ漫画が元になっている。漫画の人気が高まる中、2011年にはアンソロジーコミックスケモモ2巻に本作の読み切り版が掲載され、商業史進出のきっかけとなった。そして2012年に月刊コミック流で本作の連載が開始された後、2015年3月には テレビアニメ化が発表され、同年7月より9月まで放送された。連載版からは、成人向けではなく15金となっている。2020年6月時点で、累計発行部数は500万部を突破している。なお、タイトルの英語表記は、コミックス第1巻第6巻では、エブリデイザット・ゼ・アイズ・エーモンスター・ガールズとなっているが、第7巻以降は、英語として、 より自然なエブリデイ・ライフ・ウィズ・モンスター・ガールズとなっている。舞台は政府によって秘匿されていたアジン種の存在が公表され、それと共に制定された多種族間交流法に基づいて、他種族との交流が始まった現代日本。ごく普通の青年であるライト飯孔人は、手違いからラミアの少女、ミーアをホームステイさせることになった。それをきっかけに、ハーピーのパピー、 ケンタウロスのセントレア、スライムのスー、人魚のメロ、アラクネのラクネラ、そして、デューラハンのララが、次々と彼の家にホームステイすることになる。他にも、彼の周囲には、様々なアジンシの少女たちが現れ、生態や文化などの違いに、悪戦苦闘しつつも、ほんのりエッチなドタバタ生活を繰り広げることになる。コミックスのカバーの折り返しや、裏表紙には、多種族を象徴する。 シンボルマークが描かれており、それぞれ次のようになっている。なお、他種族ではないが、ヘイ、スミス。や、ベストアルバムの、ジャケット裏には、牧主のものとおぼしきサングラスのマークも描かれている。第1巻、第7巻の表紙は、モンスター娘と公人とのツーショットとなっているが、第8巻以降の表紙は、モンスター娘同士のツーショットとなっている。 モンスター娘のいる日常4コマアンソロジー。2015年7月より9月まで東京 m x サンテレビ KBS 京都 BS11ATX にて放送された。キャッチコピーは普通の娘じゃなきゃダメですか原作と比較してテレビ放送及びネット配信ではトリミングなどで不自然な演出で隠さないレベルで 乳首などの曲部が髪の毛などで隠されているなど異なる演出が多い。パッケージ版においてはこれらの演出を使用しない完全版が収録されている。ニコニコ生放送においては最終話を除いて完全版をレーティング枠での振り返り一挙配信を実施していた。2016年2月13日に折りの制作と発売が発表された。内容は テレビアニメの未放送であった原作第4巻収録の第17話。2016年11月12日に原作コミックス第11巻の特別版、リューコミックスプレミアムとして発売された。また、2017年4月13日発売の第12巻にもオディツ記得相番が合わせて発売された。内容はアニメ第12話後のエピソードで、 ラクネラがメインとなる原作第6巻収録の第26話と、モン娘たちの下着事情を描く番外編。2015年7月7日から同年9月29日までニコニコ動画、モン娘チャンネルにて、ショートアニメ、モンスター娘のいる日常ほぼ毎日。生っぽい動画が月曜から金曜までの25時から24時間、限定で配信された。全60話。 土日曜は2日間限定で、その週の増刊号を配信。隠し撮り風の本編は約30秒で、それ以降はボーナストラックとして、宣伝画像とボイスメッセージ、羊を数える、お休みボイスモンスター娘の寝かしつけになっている。増刊号第5週より、本編終了後に実写映像、ほぼ毎日、生っぽい動画24時を配信。ロケ店は、第5週は、 秋葉原ゲーマーズ本店第6週はアニメート新宿第8週はコミックトラの穴秋葉原店 B2015 年8月13日にはオンエア版と本編完全版の比較動画が配信されたが諸事情により中止された2015年5月29日から10月2日まで毎週金曜日に夫泉にてモンスター娘たちのいる日常会話が配信された 全13回 DMM ゲームズにて2015年12月21日よりリリース開始。ゲームタイトルはモンスター娘のいる日常オンライン。プレイヤーは多種族の留学生を受け入れるホストファミリーの世帯主となり多様なモンスター娘たちと交流を深めるのを目的とする。原作及びテレビアニメで登場したキャラクターのほかオリジナルキャラクターも登場する。 2016年11月22日12時をもってサービスを終了した。モンスター娘たちはそれぞれキュート、クール、パッション、ピュア、デビルの5つのタイプのどれかに属している。キュートシンボルは太陽のマーク、パッションに強い。原作メンバーではパピ、スー、ゾンビーナが該当。ノーマルレア、エッジレア、エスレア、クールシンボルは菱形のマーク、キュートに強い。 原作メンバーでは、セントレアが該当。ノーマルレアエッジレアエスレアパッションシンボルは、花のマーク。クールに強い。原作メンバーでは、ミーや、マナコが該当。ノーマルレアエッジレアエスレアピュアシンボルは、鳥の翼を模したマーク。デビルに強い。原作メンバーではメロ、ディオニシアが該当。ノーマルレアエッジレアエスレアデビルシンボルは、コウモリの翼を模したマーク。ピュアに強い。 原作メンバーでは、ラクネラ、ドッペルガが伊藤。ノーマルレア1レア S レア合成用他のモンスター娘と合成することで様々な効果を発揮する。同じモンスター娘でもタイプやレアリティはカードごとに違う。編成に組み込むことはできない。いずれもメモリアルに記載されないため、詳細不明。その他、モンスター娘のいる日常も、ムスターガール。 ハローワークに関するカテゴリー、ありがとうございます。